私ここで書きたかったな。そしたらいつでも昼寝できるのに。ここで襲われても助けは呼べないんですね。先輩、ダメですよ。平野先輩は吉見先輩のものですから。スーちゃん、いいな。うち、家事用ロボットなんか買えるほどお金持ちじゃないから、先輩の家にはいるんですよね。いいな、私もロボット欲しい。そりゃそうですけど、パーツ交換できるのは魅力ですよ。髪の毛だってパーマもロングも自由自在だし、金髪も OK だし。先輩は夢がないな。夢がないのはダメなんですよ。死んじゃうんですから。先輩は夢がないな。夢がないのはダメなんですよ。死んじゃうんですから。平行線って交わるの？電気羊の夢を見ました。覚めない夢って見たことある？ねえ、どんな風になった？あ、結構行ったんだ。わかんない。合宿、あと3日になっちゃったね。やだな、終わりたくないな。何それ？じゃあ私死なないんだ。どうして？我ながら天才、いい味してる。なんでお前がいるんだ？そうか。見たか。忘れろ。
あ、あのロボットじゃないか。いいえ、違います、ご主人様。星型にした方がいいですか？平気です、ご主人様。はい、ご主人様。鶏肉、炒めるぞ。ああ、そこにあったから。悪いか。よく知ってるな。お前、変。ん？グズン、からかったよ。うらー、満腹。少しは胸、大きくなったかな。お腹いっぱいになると運動したくなるな。バスケ泳ごうか。うわー、賛成。そういうこともあろうかと、この橘蘭は水着を持ってきていたのだよ。ミキ先輩は持ってきてます？一応。じゃあ決定。人は追い込まれるとパワーを発揮するのよ。泳ぐの嫌いか？わーい。このプール、浅くないか？浅いかな？あ、ミキ先輩、大胆！ビキニだって！
勝負水着。いや、これしかなかったから。なんて言いながら、実は一番いいのを選んできたんでしょ。誰に見せてんです。誰にも見せてないぞ。本当にこれしかなかったんだから。怪しい。それ、いくらしました。22,000かな。高っ。やっぱり勝負水着だ。ミキ先輩、それで平野先輩を濃殺する気ですね。誰が。ライバル。エッチエッチ。やめろ。スプリンクラー。やめろラン。メガネが見えなくなっちゃう。私もそれそれ。平野先輩も気になってるみたいだよ。